しますか。これより新郎新婦が入場いたします。大きな拍手でお迎えください。お願いいたします。それでは新郎新婦から高らかに結婚宣言をいたします。では新郎新婦ご準備よろしいでしょうか。では皆様の方へ向きを変えていただきまして、ではお二人から皆さんに向けて結婚宣言をしていただきます。お願いします。本日私たちは皆様の前で結婚の誓いをいたします。今日という日を迎えられたのも私たち二人を支えてくださった皆様のおかげです。これからは二人で力を合わせて苦難を乗り越え、喜びを分かち合い、笑顔あふれる家庭を築いていくことを誓います。未熟な二人ではございますが、今後とも末永く見守っていただければ幸いです。令和元年6月15日、新郎中原和義、新婦宮崎綾。指輪の交換にあたり、立ち会い人代表の小泉正夫様からお祝いのお言葉をいただきたいと思います。小泉様は有限会社小泉アトリエの主催として、この象の花パークの設計をされた方で、新郎新婦が日頃からお世話になっている方でもあります。では小泉様、よろしくお願いいたします。やろうとおっしゃってたちょっといきなり叶いましたちょっとどうしようかどうしようか、柔らかくしましょうか。ぜひお願いします。ちょっと皆さん、よー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 、初めて来ました。よー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 、誰か二人何しに来たんだよ。結婚しに来た、結婚しに来たよ。ということで、まずこの象の花テラスという、横浜
横浜開港の地、そして、開港160周年という節目に、この場所で結婚式をお挙げになるということで、まずおめでとうございます。ここ私実は、そこに馬場君とも一緒に設計をしましたけれども、ここは横浜の開港の地であるとともに、実は日本が初めて国際的な貿易をするために港を築いた、まさに、始まりの場所であります。そしてこの場所にはいろんな歴史が積み重なっています。この場所で結婚式を挙げるということですから、ぜひですね、二人で新たな歴史を築き、そして新たな始まりの時を迎えていただけるというふうに思っております。ここは港ですから、まさに船出の場所です。新たな船出、二人の船出を、お祝いしたいというふうに思います。では、この場にお立ち会いいただいた皆様方におかれましては、二人の航海を末永く、そして温かく見守っていただくようにお願い申し上げます。本日はおめでとうございました。スピーチと温かいお言葉ありがとうございました。それではいよいよ指輪の交換に移りたいと思います。カメラをお持ちの皆様はぜひ近くまで来ていただいて撮影の準備をお願いいたします。それでは指輪の交換に移ります。皆様どうぞお近くまでお越しください。皆様どうぞお近くまで。ではまずは新郎から新婦へリングをお送りします。はい、バージンロードも入ってしまって大丈夫ですので、皆様どうぞお近くまでお越しください。写真に収めていただければと思います。では新郎から新婦へリングの贈呈です。おめでとうございます。では続きまして新婦から新郎へリングを送ります。おっ、記念写真を撮りたいと思います。はい、まず新郎新婦移動の方をお願いします。はい、では新郎新婦を囲うように皆さんに、写真に入っていただきたいと思いますので、スタッフの誘導に従って準備の方をお願いいたします。カメラの方でこっちから戻ります。新郎新婦の後ろ側に皆様どうぞ入ってください。バージンロードの方にも入っていただいて大丈夫ですので、皆様ご移動お願いいたします。皆様では中心の方に集まっていただいて、カメラが見える位置まで動いてください。はいはい、ありがとうございます。こちらです。
ハート型になります。皆さんの協力が必要です。ハートにカメラマンの言うことを聞いてください。遊んでもらって、うん、ハートにするの。気分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 で気分で、じゃあ おめでとうございます。